こんにちはフフィーフィーです2020年度の電通の赤字が1590億円にもなると発表されてメディア業界に激震が走りました東京の中心部汐留に地上48階地下5階にもなる超高層ビルを構える電通日本一の広告代理店と誇っていたその電通が今 大赤字で大変なことになっていると言います。一体何が起きているのか。2月15日、こんなニュースが飛び込んできました。電通グループが2020年度の赤字が1590億円だったと発表したんです。これ前の年、2019年度が 808億円の赤字だったので、800億円近くさらにですね、赤字が増えたということになりますよね。この1595億円の赤字というのは、電通グループとしては過去最大の赤字額となります。これ、ニュース記事では、海外事業展開が大きく響いたからとだけありましたが、それだけではないでしょうね。 えー、後で一つ一つお話ししていきますがテレビ広告の収益がが大大幅に下がったことも、まあ、これ大きく影響ししているんでしょうえ。電通が大赤字というこのニュースえ本来であれば大きなニュースとして報じられてもいいくらいのことなんですがメディア業界に大きな影響力を持つ電通の悪いニュースとなると忖度が働いて主要メディアは積極的に報道しないんですね。 だからなぜ大赤字になったのか、これから電通がどうなってしまうのか掘り下げて伝えられることはありません。この前なんてやっと電通の業績悪化がニュースで取り上げられたかと思いきや、 日本通運と並べてね、電通もこの自社ビル、日本通も自社ビルを売却する動きと、こう報じられたんですよね。まあ、リモート出社の広がりで、ここまで大きくオフィスを構える必要はなくなったからと、こういった内容だったんですけれども、これ根本的にこの日本通運と電通とでは、この売却理由は、全然違いますよね。あの、日本通運は、 コロナ禍でも業績ボロボロの電通と並べて報じることで電通もリモートワークの流れの中で自社ビルを売却するといった話に持っていくのはこれメディアによる印象操作だなと思ったわけですだってねリモートで広いオフィスがいらなくなったのならば何も売らなくても。 オフィスの規模を小さくしてあとはまあ賃貸に出せばいいですよねえビルごと売ってそこを逆に電通が間借りするというのはまあ電通がねすぐにでも現金が必要な状況ということなんでしょうお金がなくなったから売るしかなくなったという印象なんですちなみに日本通運は港区の本社ビルを売却して千代田区へ本社を引っ越すということなんですね で電通は同じビルで引き続き曲がりで、まあ、本社を構える予定ということです。では、なぜ電通がここまで大赤字になったのか。まずは、先ほど言ったように海外事業。これはですね、2019年からまあ業績不振とずっと言われていて、もう2019年の時点で808億円もの大赤字を出していたんですね。 その頃、日本経済新聞は、この時の赤字の原因をこう伝えています。電通の海外事業による808億円もの赤字は、まず一つにオーストラリアでの大口の顧客を失ったこと。 あとは中国で現地の広告会社との競争に勝てないとまた盛んに行ってきた海外企業の M&A の評価損も計上されたからと、まあ、このような理由なんですよねだから海外事業での失敗が大きな赤字を生んだのは確かだということです実際に電通は2019年の12月に海外事業部でリストラも行っているんです 海外事業部全体の12.5%にあたる5,800人をリストラしました次に電通の業績悪化の理由として挙げられるのが広告収入の減少ですよねコロナの影響もあってスポンサーが広告そのものを出しませんから、まあ、そこも大きいのですが、まあ、それ以前にテレビもラジオも もそれこそ新聞も雑誌も、まあ、このところねともにいわゆるこれオールドメディアはえ広告の売上が大幅に減少しているんですねえ経済産業省が昨年8月に発表した数字では2020年度の4月から6月のえテレビラジオ新聞雑誌の広告業の売上高は25.6%も減少しているそうなんです。 えこれ前の年は減少がですね 7.1%7.1% しか減っていないわけですからまあその数字を比べるといかに広告の収益が減っているのかがわかりますよねまあ確かにこの時期ねネット広告も14%ほど落ちているんですよねえそれでもこのマスコミの四つの媒体と比べればそれほどでもないと。 しかも昨年の発表ではインターネットの広告費が、まあ、これね年々こう増加しているんですけれども2019年度のこの時はコロナの影響がなかったので前の年の19.7%も増えて、まあ、ネットの広告費が増加してこれすごいですね2兆1048億円にもなったそうなんですこれ2019年はネットの広告費が初めて テレビの広告費を上回ったんです、ね、まあネットの方が広告効果も強いということでスポンサーもそちらに流れるのも当然だとは思うんですけれども、まあ、電通がそこにね市場開拓ができなかったということも大きな原因ではないでしょうか、まあ、そんな厳しい経営状況の中で電通が新しく打ち出した制度がありましたえ社員の個人事業主化というものなんです これは退社を希望した元社員と電通との間で業務委託契約を結んでまあ10年間一定の報酬を出すというものなんですねただその契約内容は退社した元社員が自由に仕事をできるというわけでもなくてまあつまりね前に 電通で受けていた業務に関わるものは個人で勝手にしないでねといった縛りもあったりとかね、まあ、この制度がニュースで報じられるとネット上には「働き方改革とは言っているけどそれ都合のいい時に切れるリストラじゃないの」といった否定的な意見が多く上がったんですよね。 いずれにしろ1590億円もの赤字を出してしまったものですから電通の業績がかなりやばいのには変わりありませんただ問題はこれからなんですここまでも相当やばいということは十分に分かったとは思いますが電通はここからがどん底なんですそれがオリンピック との関わり2月15日に発表された1,595億円の大赤字というのはこれ2020年度分の赤字ですよね電通は必ず儲かるはずの東京オリンピックに巨額の投資をしています。まあ、どれだけ投資していたのか公表してしまえば。 これ東京オリンピックが中止になった際大変なことになるのでその額は発表されていませんがこれもももししでですすすよよ東京オリンピックが中止にななったら電通は往存しますよねととてもやばいことなんですあの日本の広告業界そしてメディア業界を牛耳ってきた天下の電通があの電通王国が崩壊するほどやばいことになってしまうんです。 ただ、どんなに大変なことになっても、電通に対するネガティブな情報は騒がれない。報道されない。まあ、これまでもそうでした。国の事業をめぐる疑惑、社内での過剰労働の問題。まあ、いつもなら、マスコミが飛びつくような大企業のスキャンダルや不祥事でも、電通だけはそこから守られてきた。 電通はメディアにおける最大のタブーとして扱われ、マスコミにジャーナリズムの精神なんてあったものじゃありません。え電通が絡めばマスコミによる追及が行われることはありませんでしたえ。それはなぜか、それは政府とマスコミが電通と利権の構図の中で深く結びついているからなんです。 マスコミはスポンサーを引っ張ってくる電通は様々なので頭は上がりません。そしてね、これがまたひどいのが政府と電通の関わりですよね。電通といえば官僚の天下り先として非常に有名ですよね。 中央省庁の高級官僚が退職すると、その専門でもない、その分野に精通もしていないのに、民間企業や、また特殊法人の役員や幹部に再就職するんですよね。電通も2019年2月から、まあ、取締役ならまだしも、副社長に官僚が天下りしていますから。まあ、こうなると、税金が天下り先に流れていると。 こ,こを見るのも自然でしょうまあ天下りはいいとして問題は一部の企業を露骨に国の事業に絡ませるからおかしいんですいつも電通が国の事業の発注先ともなればそこに批判の目が向けられて当然でしょうこの天下りによって一部の企業が国の新しい事業も 優先的に発注を受けることができる。もしかすると政府の外部には出るはずのない情報も流れているのかもしれません。えつまりこうして民間企業と政府とがズブズブになると特定の企業にだけ政府が肩入れしますからそこが問題なんです。 東京オリンピックが中止になれば、電通が大損しますから、そこを極力、まあ、抑えてあげようと、電通が関わっている、例えば GoTo トラベル事業の再開を国が急いだりするでしょう。まあね、GoTo トラベル事業っていうのは、観光地ももちろん助かっているんですけれども、ただ、 電通をはじめ大企業の救済という意味も大きくて、まあ、いつもならコロナの給付金も出すのは渋るのに、こうした一部の大企業を救済するためのこの GoTo トラベルキャンペーンをもう一回再開させましょうとか、そういったことにはこう予算がポーンとすぐにスピーディーに決まってしまうわけですよね。えしかもこれには野党もマスコミもだんまり。 なぜなのか、これ政府の官僚の天下り先だからなんですえ。そもそも平和の祭典、アスリートファーストと言っているオリンピック自体が利権まみれのお金まみれなんです。蓋を開けてみれば利権に貪っている人々が、まあ、今のコロナの現状、世界の現状を、まあ、科学的な根拠に基づいて見ることもなくそれを無視してコロナに負けるなぁ、意地でもやるぞと言っているわけですよね。 まあ中止になれとは思いませんが精神論でなんとかなる問題でもないしお金のためにいつまでも中止の検討すらしない方々を見ているとこれは違うんじゃないかなと思うわけです。え最後に私はねこれを一番に伝えたかったんですねあの電通に関して。 以前も何度か電通の赤字の話はこのチャンネルで取り上げているんですね。あのネットの記事を読んでいてもなんですけれども、まあ、本来なら日本のね、大企業がここまで厳しい状況になったことに、まあ、少なからず世間から同情のね、声があってもいいのに、そのようなコメントを一切見ないんです。えむしろ、 電通の業績悪化は自業自得だとか、まあ、一度解体した方がいいとか、もうそんな声ばっかりなんですね。えこれ、大赤字はもちろんですが、日本を代表する大企業でもありながら、国民にここまで嫌われていることを自覚することがまず大切だと思うんですね。テレビからスポンサーが離れていったのは、視聴者のテレビ離れが大きく影響しているわけですよね。 ま、天下の伝通がそこにあぐらを書いて視聴者のテレビ離れを甘く見てコンテンツの分野で何の対応も取らなかったことが大きいのではないのかと。まあ、それどころかスポンサーの広告が離れていく中でそこにね、例えばですよ、反流コンテンツなどをねじ込んでそれを補おうとしたり ま、韓国が日本に対して友好的な国ならまだしも反日運動している国ですよね。それを日本のメディアでご利用ししますかと。まあ、こういったことが多いんですよ。いくらお金のためでも、まあ、逆効果になることぐらいわかりますよね。まあ、空気を読めというか、視聴者からすれば馬鹿にされているとしか思えないわけです。そりゃテレビも見なくなります。そしてね、いくら 社内に才能が溢れていても、この利権の中で、またしがらみの中で、それを活かせないのであれば、そんな会社はいずれ衰退していきます。えかつては花形だと言われていた電通も、ここまで会社の業績が傾けば、さすがにその企業の体質、姿勢を問題視されて当然でしょう。え電通王国の崩壊は、 コロナ以前の問題ではないでしょうかさてここまでお話ししてきましたが皆さんはどうお感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せくださいそして「フィーフィーチャンネル」の登録もお願いします